どうもこんにちは。こんにちは。私も清水なんですけど。あ、そうですかね。親戚でも兄弟でも何でもないです。他人です。そうですよね。あんまり喋りたくないですね。いや、喋りたい。喋りたいですか。そうですか。今日は何を歌ってますか。今日は自分の歌が宮正と五条ってあるんですが、その前に自分の歌があるんですか。はい。プロじゃないですか。一応プロの歌そうですか。はい、失礼しました。ここの大会で何回目かな、ずいぶん前に10年ぐらい前に、ここで優勝させていただいたんですよ。ああ、それからプロの。それから後で何年も張ってるから去年。あ、去年からですか。はい、あ、そうですか。はい、先に言ってくれないと。あ、打ち合わせしてなかったですね。僕なんかアマチュアです。あ、プロかと思って。あ、いやいや、そうですか。じゃあ、その今日はオリジナルではなくて、オリジナルも後で出してもらいますけども。そんなに歌うの。あ、そうですか。2曲にしますので、はい、1曲目は鶴の前足と、はい、それから2曲目は宮間里五条を、はい、はい、お願いいたします。さでは、よろしくお願いいたします。さないですか、ここまで。
まで遠い。残念ですね。でも花綺麗だね。ね、綺麗だ。綺麗ですね。金ちゃんと知り合って何年経つと思います。すごいよね。長いですね。25年かな。25年も経ってる。こんなですかね。まだでも10代だったら。お互いと思わなかったですね。じゃあ今度は自分のオリジナル曲。はい。よろしくお願いいたします。